幾化学における重心ボロノイ分割とは、母点が領域の重心と一致するボロノイ図であり、母点の最適分布に対応する最適な領域分割として見ることができる。経平均法のロイドアルゴリズムなどの多数のアルゴリズムをにより、重心ボロノイ分割を生成できる。一次元と二次元では証明されているガーショの予想では、全近的には、 最適な重心ボロノイ分割の全ての母点は、その次元の基本セルと一致するとされており、例えば二次元空間では、最適な重心ボロノイ分割の母点は、勢力角形となる。重心ボロノイ分割は、データ圧縮、最適直行規定、最適量子化、クラスタリング、最適メッシュ生成などに用いられる。自然界に見られる多くのパターンは、 重心ボロノイ分割に非常に似ており、ジャイアンツコーズウェイの石柱、角膜の細胞、オスのティラピアの縄張りなどが、その一例である。重み付き重心、ボロノイ分割は、各重心が特定の関数に従って重み付けされた、重心、ボロノイ分割であり、デジタル点描の点の生成のために、グレースケール画像を重心ボロノイ分割の母点に重み付けする。 濃度関数として利用できる。具体的には濃い位置に多くの点が集まるように密度関数を定義して生成している。正方形を5つの母点で分割する際の重心、ボロノイ分割の例3種。ありがとうございます。